変わっては、福山市でギャラリーを経営する78歳の男性が、日常生活に欠かせないあるものを使ってユニークな作品の数々を手掛けています。一体どんな作品なんでしょうか。福山市の花に制定されているバラ、飛翔する金色のドラゴン、そして高さ1メートル余りの福山城。これらの作品はすべてティッシュペーパーから作られているんです。ここは福山市新一町にあるギャラリー神の城。花や歴史的建造物をモデルにティッシュペーパーで作った作品を1000点以上展示しています。これらを手掛けた藤田隆さん、78歳です。どのぐらいの制作期間かかったんですか。やっぱり、ね、半年ぐらいかかりますね。はい。ティッシュはどのぐらい使われたんですか。ティッシュはやっぱり 30箱から40箱、はい、多分それぐらい使ったと思います。かつてこの場所でカラオケ喫茶を営んでいた藤田さん。転機は7年前でした。足が不自由な客から桜が見たいと言われ、ティッシュペーパーで桜を制作。その世界に魅了されます。このティッシュで何かできないかなと、もう朝から晩までそればっかり考えてね。で、一つ一つ松ができ、桜ができ、梅ができ、で動物ができね、一つ一つ増やしていってね。で、今はね、どんなもんでもできるようになりました。制作に数ヶ月かかる作品がある一方、花は10分もあれば誰でも作れるといいます。実際にバラの花の制作を頼んでみると、このように4つに折りまして、あとはこれを花びらの形にね、切っていきます。切り取ったティッシュペーパーを4枚糊で重ね合わせます。糊付けしたものを形を整えながら丸めると、本物と見まがうばかりの白いバラの完成です。一連の作品はインターネットの世界でも大注目です。大きなスイカを作りました。動物ランドです。スイカの中に動物の国を再現するというユニークな作品を SNS で紹介すると、この動画は大評判となり、再生回数は瞬く間に200万回を超えました。さらに先月22日に投稿したばかりのこの動画、海の生き物をフグの中で再現し、再生回数は驚異の600万回超え間近です。なんか中入れてパッと出すと喜ぶかな言ってね。どんな感じのコメントが来てました。もうね、やっぱりあっと驚きましたとかね、ああ癒されましたとかね、面白かった、また次を見せてくださいということでね、よし、また次面白いのしょういうことで。今の目標はティッシュアートの楽しさを世界中の子どもたちに広めること。自分が楽しく作って楽しく見てもらう、そして見た人が、では自分が楽しく作ろうかな、そういうようになりたいと思っています。デジタルの世界で大受けしたとてもアナログな手作りの世界、藤田さんは今日もティッシュアートの技術を磨き続けます。いや、思わず声が出ちゃいました。すごかったですね、はい、細かいし、ティッシュとは思えない、はい、アイデア素晴らしかったです。すごいですね。